今日は、いろんな実況者さんがチャレンジしてるコースを私もやってみたよ。あの有名な甲田さんが作った100秒スピランのコースなんだぜ。ちなみに、他の方の動画を見ているので、赤コインの場所は分かってしまっているのでそこはごめんなさい。今回は、サブミッションのトゲネットをかぶってゴールっていう方にチャレンジしてみますね。クリア率もめちゃくちゃ低いし、他の方の動画を見たことあってもかなり苦戦しそうな感じだよな。私たちがチャレンジした時点で、クリア率は 0.04% でした。あ、今のノコギリの裏に赤コインがあるんだけど、取れなかったよ。ここまで来るのも何気に結構難しいんだぜ。最初の壁キックスピンジャンプしてからの、ドッスンとパックンを踏んでいくところがすごくギリギリなんだよね。あれ、またコイン取れてないよ。ダメージ食らった瞬間にジャンプしたいんだけど、硬直があってうまくジャンプできないんだよ。今のところの、クルリンを入れるタイミングも難しいね。やっと赤コイン取れたね。こんなの最初に見つけた人はマジですごいよな。というか、多分セーブして探さないと3枚全部見つけるのは無理だと思うよ。特に3枚目なんてすごい場所にあるからね。2枚目の赤コインは、このネットを左側に投げて取ります。で、またネットを投げてブロックから出てきた敵さんをスピンで踏んでいくよ。ここのタイミングとかすごいよね。赤コイン取るときにブレーキかけちゃってるから、ネットを投げるタイミングがかなりシビアなんだぜ。そして3枚目の赤コイン。ここにいるのこの子を右側の方に投げつけます。こんなの絶対に自分で見つけられる自信ないんだぜ。あそこに隠そうと思うのがすごいよね。うん、さすがだよね。Pスイッチを踏んで扉に入るとスタート地点に戻ってきます。ここにあったコインがブロックに変わってるから、効果が切れる前に急いで駆け抜けていくよ。土管の先は、お城のステージになってるんだね。うん、相変わらず作り込みがすごいよね。こんなすごいコースだと、一体作るのに何時間くらいかかるんだろうな。今のネットをかぶるタイミングも、すごいよね。感心してたらミスっちゃいました。何気にここが一番難しかったかも。ふう、ようやくPスイッチを踏むとこまで戻ってこられたんだぜ。ここまで戻るのに、10分以上かかりました。簡単なところなんてないもんね。ここの壁キッチンも、タイミングが悪いとパックンのドテッパラにぶつかっちゃうのでちゃんと最大の高さでジャンプしてくださいね。ここはパウブロックを叩いての3段ジャンプ、2連続なんだぜ。そしてここが分かれ道なんだよ。正規のルートは右側なんだけど、裏ミッションのトゲネットはこの上の方にあるんだよ。このワンワンでやられたりしたら、泣くに泣けないから気をつけるんだぜ。ここで中間ポイント。ハテナの中にトゲネットがあるけど、ここは一旦タイムアップでやられる必要があります。この裏ルートの方だと、時間には余裕があるから途中でミスしても少しくらいのタイムロスなら大丈夫なんだぜ。今度は、うまくあそこのブラックパックンの方に飛び移っていくよ。やべ、ダメージ食らっちゃった。おっと、これで最初からやり直すを押してしまうところだったな。今のは何？多分ガスバーナーの炎に当たっちゃったんじゃないかな。賑やかな音楽のせいで聞きにくいけど、ちゃんと炎の音は聞こえてたんだな。ドッスンより先に降りないといけないから、ここはヒップドロップ&解除で急いでいくよ。ゆっくりしてると3段ジャンプができなくなっちゃうからね。
で、どこがをすればいいのか、最初わからなかったよ。あ、おいやめろ。ああ。畜生おめえ。奇跡的に戻ってこれたな。でも、10分くらいでこれたよ。ここから最後までノーカットです。途中で大ポカをやらかしたけど、なんとかゴールできました。あれは心が折れかかったよな。でも、いいコースでした。コーダさんありがとう。次は火曜日です。またねー。